商品レビュー専門の J です。最近充電の方式ってどんどん変わってますよね。クイックチャージも 3.0 になって、 iSmart とかの電流制御技術どんどん上がってます。だから古い充電器を使ってると、充電が遅いんですよね。あ、でもメインのものは変えてるよ。自宅の充電器は最新。ただ早く充電するの、出張先とか旅先の方が多いんですよね。自宅だったら寝てる時にゆっくり充電してればいいけど、出先だと早く充電したい。だから出先ほど早い充電器がいいんですよね。それ今回満点プラス様から提供を受けましたラブパワーのトラベル用の充電器、こちらですね。大きさはアップル製のチャージャーと同じぐらいですね。デザインもアップル製みたいな感じですよね。そして折りたたみ式のプラグ、これでコンセント挿してください。コンセントの電圧 100V から 240V まで対応してますので、海外でも使いますね。というよりポート2つありますね。1つがクイックチャージ 3.0、 もう1つがアイスマートですね。クイックチャージ対応の機器を接続すると電圧がブーストされますね。測ったところ 9.22V まで上がりました。ちなみに普通のポートに接続すると 5.23V、 だいたい電圧で2倍ですね。ざっくり2倍。クイックチャージの機器を持ってる人、ぜひこちら使ってみてください。満点プラスの提供、今日も商品レビュー専門の動画見てくれてありがとうございました。